ペコラップそしてフォレールまでコラボしていただきましたけれども、はい、実際に多分オープニングで流れていたペコラップコラボバージョンどう曲でしたか？もうね、ペコーラの声がぶち抜けてきててそう、俺どんくらいいい声でやればこれなんだろう。いやもういい声ってことじゃないですか。いや声の抜け方がもう今もすごいんですよ抜け方すごい、ね、いい声してるのだからブンブンブンってあれ何回ももうちょっとブンブンがでかくないとペコーラのあれで聞こえないみたいな。あーペコーラの声すごいの、強いの本当に強かったけどストロングでした。そうそうストロングでした本当に。ここで謝罪をしなきゃいけないなっていうのがありまして、まあ、今回この湖池屋さんのね、コラボでのペコラップであったんですけども、実はペコラのデビューした時からこの、まあ、ペコラップ自体は実は作っておりまして、その時にヒカキンさんと、セイキンさんの名前を勝手に歌詞に使わちゃってたなっていうのを今謝罪した。え、どの回で？え、俺それ、え？ヒカキンの兄は聖域っていう歌詞があってヒカキンの兄は聖域ちょっと韻踏んでるな。そうです、韻を踏むためにどうしようなんかないかなって思った時にヒカキン聖域韻踏んでるやんっていうのでちょっと勝手に数年間ずっと実は使わせていただいておりまして、今後ももしよければ使わせていただくことって可能だったり。そうだね、こういうまあ話はシビアなんでまあ使用料として湖池屋ストロング100袋ぐらいもらえたら許しますよ。わかりました。必ずこの後100袋すのでペコラップこれからもじゃあ使わせていただいてもいいですか？はい、もう後ではいがっつり住所を押してるんでそこ送りつけてもらえたら。これで今後使ってもまあ何もOKっていうことペコですよね。あ、そうですね、もうヒカキン、セイキン、デカキンくらいまでいっちゃってもいい。デカキンさんも使っていいのかな。全然踏んでるんで、はい、確かにこれいい。いやでもよかったペコラちゃん、これがちょっと心の中で疲れたんですよ。実はコラボするにあたって無断で名前借りてるのになんかこのこと何も言わずに始めるのちょっとあれだなと思って。礼儀正しいなペコラは。普通だったらほら隠しちゃいそうじゃん。もう言わないければ知らないかもしれない。でもコラボでペコラップやっちゃってるからすごいですよね。相当やっぱいい人ですね。だって案件でねいきなり謝罪から入るんですね心が透き通ってる。じゃあ続いてのやついきますか、質問。はい、こちらです。はい、読みます。はい、ペコラップにヒカキンさんとセイキンさんを入れようと思ったきっかけとヒカキンさんはペコラップを初見で聞いた時どう思ったか教えてください。人参。これまあペコラはペコラップこれいつペコラップを出したかと言いますと初配信でインパクト残したくて。あ、そっか、初配信で入ってるのかもう、はい、デビューの時に見てくださってる方になんか覚えてもらうためには何かしたいと思った時にまあラップやろうかな、ペコラップ自己紹介的な感じでペコラップ作ろうかなって思って、まあ、ペコラップを作った時に、まあ、なるべく韻を踏めるようにはしてたんですけど、どうしてもちょっと短くなっちゃうんですね、その文章が作ってても。でどうにか伸ばしたいって言った時になんかヒカキン、セイキンが入ってきて。ヒカキンの兄はセイキンがあれちょうど合ってないと思ってまあ、勝手ながら本当申し訳ございませんクソガキだったのでその頃まあ、無許可でヒカキンさんとセイキンさんの名前を勝手に入れて使っちゃったという感じべこですからね。非公認でやっちゃったんだ。あれでも公認ですよね、100袋渡せば。やっちゃったんだね。もうあれまあ今日から公認です。もう全然もうはいデカキンまでいっちゃってもいいですよね。デカキンさんまで入れたらもうなんとか金がないとちょっと難しくなっちゃうペコですけども逆にくどくなってくるのかな、うん、ちょっとくどくそれデカキンさんに失礼ペコですけどいやでも嬉しいの公認してくれたのは嬉しいペコですけど。え、ヒカキンさん実際ペコラップって聞いたことあります？ぶっちゃけこれ聞いた時どうかって書いてありますけど聞いたことあります？え、聞いたことありますよ。どうですか？いやまずなんか僕は本当に嬉しかったです。本当ですか？嬉しかった。ただ一発目のデビューでやったっていうのは知らなかったんでおおすごいなと思ったけど、でも嬉しいのと、はい、声がいい。え、声がいい。ヒカキンさんに声褒められて嬉しいペコだもん。本当ですか？すごい、うん、それに尽きるかな。でもいや嬉しいペコでもこれから公認なんでバンバンちょっと歌おうかなと。